ですから、はい、試し掘りをやったところ、この大仁高尾山っていう神社があって、はい、高まりがあったんですけども、その周りにそれをで囲むように今皆さんが立っているこの、一段低い溝、これを発見したわけです。集合とあるいは集合とかって言われるものです。古墳の周りに、ほとんどこう回るものが多いんですけども、これがあることによって古墳だということは分かったんですが、全体の形は前方後方墳だと分かったのは平成20年にこの、隣のですね、高尾山が移転する際に隣の発掘調査をやった時に、確認いたしました。ですから本当に、ついこの間前方後方墳であるということが分かったわけです。で、この古墳が古いということの、まあ、決め手というか、になった、ものですけども、皆さんがですね、の前にこの、白線で囲ってある、部分があると思います。ここで出た土器ですね、ここにですね、この写真のように土器が集中して、出てまいりました。こんな感じですね、土器が集中して出てまいりまして、まあ、流れ込みではなく、あるいはこう投げ込まれたような状況ではなくて、かなり完全な形をしたものが残されておりました。で、逆にですね、わざと割られたようなものがかなり入っている。しかも流れ込みであれば、こういう、なんていう、塊で出てくるというよりも、こうダラダラとこう、高い方から流れ込んでるはずなんですけど、そういう状況ではないということから、この古墳が作られてから、ここで何かしらの意味があってお祭りをして置かれていったものだろうと判断いたしました。でしかもこの土器の出方ですけども、土器のがですね、黒い土の上にちょっと乗っかってると思います。これは別に当時の人が土を切ってですね、台を作って置いてったわけじゃなくて、これ発掘調査現場では必ず見る光景だと思いますが、物が出てきたからといってすぐポンと取り上げられないです。写真を撮ったり図面撮ったりして記録を残しながら掘ってなきゃなんないので、こういう柱で遺物を残します。でこの柱がですね、に黒い土が20センチぐらい残されていました。というのは、古墳が作られたばっかりの時はこの黄色い土が見えていたはずです。作ったばっかりの、それがですね、時間が経って黒い土が雨などでこう土が土砂が流されて、で、皆さん大体自然での光景を思い浮かべていただければ分かりますけども、溝なんかは長い年月が経てば自然に埋もれちゃいますよね。でそういう自然のその、作用みたいのを考えていただいて、20センチぐらいの土がどれくらいの年月で埋まるかっていうのはちょっとなかなか難しいとは思いますが、少なくとも、作られて次の日に20センチぐらい埋もれるっていうようなね、そういうことは、まあ、考えられないと思いますが、その、いろんなところの遺跡の研究によってその土器 の移り変わりみたいなのが分かってます。でそういうのに照らし合わせていきますと土器の年代感というのが分かってくるんですが、まあ、正直なところ研究者によってその当てはめる年代が、若干開きがあります。でそういう研究者の開きを全部総合しましても、3世紀代の土器であることは間違いないというところまで抑えてまいりました。でしたがって3世紀代のこの土器よりも古い時代に作られた、この古墳っていうのは3世紀の中で、どこの位置に行くかっていうのはこれからの研究次第です。でそれをどうしていくかっていいますと、一番確実なのはその遺体と一緒に副葬された遺物を調べる。で今はサビで、こう形はよく分からなくなっている鉄の道具、鉄の武器類、あと鏡の形式なんかを、総合的に、調べていきまして、どの年代まで下ればそれらのものが全部揃うかということで年代を抑えていくという作業をしなきゃならない。一番古いのに抑えることもできないし、一番、少なくとも一番新しいところには持ってこなきゃならないと思うんです。新しいものよりも古い時代に作られるってことはまずありえないので、そういう形でですね、抑えていく必要がありますので、あと 1,2 年は、お待ちいただきたい。ただ今言えるのは3世紀代の、最古級の古墳である
山積の中のどこ行くかっていうのはこれからの作業によります。見えているところが古墳の北側というふうに先ほど申し上げましたけれども、どこまで話をしたっけ62メーターは言いました。大体はい、ですね、この、集合のがですね、古墳の北側、ここになります。このラインですね。で、自治会館とか社務所の方に向かっているこのラインが、ここのラインです。だから皆さんここら辺に立ってます。で、あと南に前方部が伸びます。で、ここの集合のこの立ち上がりと南側の集合の内側の立ち上がりの間を測りましたところ 62m で、幅がですね、この東西ですけども、西側が市道で削られちゃってるものですから推定値 35m で、非常に大きなものになります。で、ただで、ね、このくびれ部がですね、9.6m、前方部と後方部の、この接合部分がくびれ部っていうんです。これは 9.6m で全体の幅の3分の1以下になります。で、そういう細いくびれ部を持つ前方後方部っていうのは、墳丘の、形から言いますと、かなり古い形態、古い方の形態を残しています。で、逆にですね、60メーター級っていうのは、より新しい要素で、くびれ部の細いものは全体的に、まあ30メーター級とか40メーター、せいぜい40メーター止まりのものがほとんどなんですけども、60メーターまでの大きさを持って中規模古墳でこのくびれ部が非常に細いっていうタイプはなかなかない。で、そこら辺に新旧が混じっちゃってるもんですから、そこら辺の年代間のこのズレって言いますかね、その辺をどういう風に見ていったらいいかというのがこれもの課題になります。ですから本当にここにあった土器と主体部の遺物とここら辺の墳丘の形、あとこれからこの墳丘を落としてどうやって土を持っていったかっていうその工法、土木技術のものまで全部余すところなく全部検討して総合的にそれを判断していきます。だから一つのものこれが出たから何年っていうことは言えません。掘ってその土を持ってあの高さまでしているとだから大変な土木工事だったということは分かると思います。そこにね、お宮さんがあった高尾さんの神社がね、高尾さんの神社と神社が来るときに乗ったじゃないですか。いいえ、違います、はい、もし明治22年に持ったものであれば明治22年のものがそこから出てこなきゃいけないんですけども、はるかに古いものが出てますので、はい、それは神社と高尾さん自体はね、こっちで持ってきたのは、はい、明治より前の徳川時代でしょ。文化2年に高尾台に最初に持ってこられたらしい、ね、高尾台っていう地名とかありますよね。で、そこに一旦持ってきたんだけど非常に参拝者が多いので、もう少し交通の便のいいところって言ってこの、東区間に持ってこられたのが明治25年。この篠範囲という位置にもうバラバラに散らばってたので土を固めていい巣をもう取ってあるんですけども、まだその下から種が出てくるということで、この当時やっぱ水菌種って非常に貴重なものだと思うんですけども、それがこんなに大量に使ってあるってことは、ここで眠られている方は非常に権力のある方じゃないかなっていうことが想定されます。で、この墳頂部の本当に中心にこの木工木管が置かれている形です。で、ここの1メートル10センチ下げたところでここの木工が発見されておりますので、もうここもね、かなり土の方を落としてあると思ってください。こちらの説明は以上です。また
こう山の頂というか墳頂になります。それでこの古墳の埋葬されている方がここに眠っているという形になります。それで、ここの墓構のお墓の形なんですけれども、小判型しているような形が見えると思いますけれども、これはあの船型、船の形をこうしております。東西に長さが5メートル10センチ、南北に幅が1メートル20センチ。こちらなんか資料に書いてないそうですので、今口頭で説明してますけれども、もう一度言ってください。はい、もう一度ですか、はい、東西が5メートル10センチで、幅南北が1メートル20センチメートルになります。それで一本の木を船型に削りまして、そして中をくり抜いて、亡くなられた方、あとこちらの副葬品を一緒に入れて、そのまま直に土に埋める、形をとっております。なのでこのかなり幅がを考えても、この費用はかなり大きなものであるなっていうことが想定されます。木簡を直葬しておりますので、それで出土してきたものなんですけれども、こう東の方から槍、こちらは銅鏡、鏡が割れたものなんですけれども、それが2点ほど出ております。これがくっつくか接合するかどうかはまだこれからの研究なんですけれども、どうも2枚ではないかなというふうに思います。そして、こちらの黒と白のところの四角は、こちらのマガ玉、マガ玉が出ております。これ大写しですけれども、実際の大きさは直径1センチメートルの小さなものになります。そして、こちらが、鉄属矢の先がたくさんこちらの方からは、20から30出ております。ただ錆びていますので、もう固まった状態で、出土しております。で見ていただけるとここ赤くなっておりますよね。これが水銀種というものです。こちらの水銀種っていうのは、高貴な方を祀るときに、この水銀種の方を使うんですけれども、実はもうこの種の範囲という幅にバーッと実際に散らばってまして、それを土を固めてもう一面取っているんですけれども、まだなおその下からまだ種が、この水銀種がこのように出ております。なので水銀種の方かなり、こちらから出土しています。当時はこの水銀種っていうのは 高価なものだったので、それをふんだんに使ってあるっていうことを考えると、ここで眠られている方っていうのはかなり権力がある方ではないかってことを想定できます。それで、ここの出土、木簡の出土状況なんですけれども、ここから1メートル10センチ掘った時にこの木簡跡、墓構を発見しております。こちら側の説明は以上になります。また
鴨川は結構氾濫してますので、なんとも言えないですけども、ただ、戦没されてきたのとは、この町からじゃないですね、こちらの流れで影響が出るんじゃないかという感じがあるので、まあ、なんとも言えないやつなんですけども、いずれにしても、まあ、縄文時代ぐらいから、地形は、2000年前から、地形がありますので、内島の方もあったということで、もうちょいこうですね、ここまで直まで来てないと意味じゃない。専門の地形なんてかなり前から縄文時代の地形なんで変わってませんので、はい、違います。特に、ね、九州なんかでは豊富に出てます。コンクリートに書いたやつありますけど、柔らかい、その手も柔らかいんです。長崎なんかの地上にたくさん出てるからそれは有名なんだけど、他にもいくつかあるみたいで、それいくつかあります。だけどまだ分析も何もしてないんですよ。これからしてまだね、大事なのと、ね、やってくださいまだちょっとわからない。ひすぎだとね、糸魚川の言葉でね、出てくるんですけど、こうなんていうか、この地区に1個だけあってね、そういうのもね、特殊なあり方で、やはり古い装備が一つじゃないかっていう。古いので、土に戻っちゃったっていう。そういうことはないです。ないですね。そうです。そうです。本当にそうです。